長野県多川高等学校は、長野県塩尻市広急吉田にある公立高等学校。文化祭は、早急祭と称する。塩尻市北部に設置されており、塩尻市内や隣接する松本市等の中学校からの進学者が多い。高等教育機関への進学者が多い。クラブ活動バスケットボールで、全国大会出場経験あり。 文化系ではすでに廃部になっているが、アニメーションクラブが何度か東映アニメーションコンクールで入選したり、加作に選ばれている。福岡県にも同名のタガ高校がある。長野県タガ高等学校 HP より、質実剛健、小学教授の校風と知得体の調和の取れた学びの場を目指す一、心理を探求し、平和を尊び、自主的に行動する力を身につける。 二、心身を連磨し、不屈の精神を養う。三、勉学に励み、品性を投与する。新設高校として設立されたため県内有数の広大な敷地を持つ。長野県多川高等学校の校章は、多川を図案化し、中央に多可の文字を表している。あの頃くんを追いかけたのロケ地として使用。ありがとうございます。